皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は青吉クッキングやっていきます。で、何を作るかというと卵焼き。私6月から引っ越すんですけども、その際にちょっとキッチンが大きめな家にしようかなと思ってて、私はもともと料理全くもうそうめんぐらいしか作れない人なんで、あれですよ、茹でるだけですよ。なので今回はまずちょっとウォーミングアップがてらに大好きな目玉焼きを作ります。やばいぞこれ、他の人がしたらもうクソ動画になってしまうかもしれない。だってさ、目玉焼きって言ったらみんな普通に作れるっていうか、もう小学生でも作れるじゃん。もうね、うちからしたらもうそんなことはね全くないんですよ。こちら、じゃん、こだわり新鮮卵。やばい、150カロリーなんだこれ。 100g あたり、わかんねえ。これを使います。じゃあ2個いっちゃう。じゃあこの2つね。で、目玉焼き私がつけるソースは何がいいかな、醤油とかブランニーなんかそういう感じでもいいし、ただ前なんか焼肉動画やったじゃないですか、その時ね、なんかジャムを私買ったんですよ。これめっちゃ美味しくて、これかけてもいいんじゃないかなと思って、はい、これ使います。皆さん、料理の基本は火の元をしっかりと確認することですよ。え、これどうやってつけるの、火。これ火つけ方わからない。え、これこれどうやって火つけるの、これ。え、マジでわかんない、どうしよう。おー、きたー。皆さんに、私はこんな料理ができますよ、みたいな感じで見せびらかす動画ではないですよ。かのんちゃんを鍛えてあげるっていう感じのスタンスで見てください。私は視聴者さんに何のメリットを享受することができない動画をただ出すだけですから。え、どうしたらいいんだろう、これ。まずは。え、油が跳ねてそうで怖い。じゃあまず割ります。手がね、やっぱね、ごついから嫌なんですよ、料理系の動画ってさ。いいんじゃないの。これで、あとは菜箸を、ちょっとピンとこっち、菜箸を使って、いいんじゃない、これで蒸し焼きにしていきます。多分蒸し焼きにするのが基本だと思うんですよ。うわ、怖いな。いくよ、開けるよ。はい、やばい、やばい。ちょっとこれもやばい、やばい、やばい、火を止める。え、待って、これさ、どうやって取るよ。このヘラでやればいいのか。これね、これで取ればいいのか。もういいよ、油引いてんだから。よいし、お、いいじゃん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 。やばい、やばい、これはいける。え、これやば、やば、めっちゃうまそうにできた。ほい、どうでしょう、これが青吉特製の目玉焼きです。で、これにジャンをかけるわけですね。うまいよ。いいんじゃないの、これやばいな。確かに料理のマニュアルって大事だと思うんですよ。ただ私はそれだけではないと思ってて、気持ち、潰れない方がいいんですよ。うめえ、めっちゃ美味しい。これでこの、ね、黄身と一緒に食べるっていう。一見あんまり美味しくなさそうに見えますけど、美味しい。汚え、汚えな。